さとちんです。今回ですね、温泉貸し切ってみたい、やばい企画ですよ。スパリゾートハワイアンズさんの協力のもとやっていきたいと思います。で、独り占めリゾートプランっていうもので、誰にでもね、貸し切りできるんですよ。さらに温泉でプロジェクションマッピングを見れるということで、レッツゴー。半端ない、真っ暗でちょっとね、みんなに伝わるか分かんないですけども、すごくないですか。大丈夫、見えてない。さあ、打ち湯していきましょう。ケツケツかけ湯、たっぷりとお湯をかけて汗を流します。そしてからね、お風呂に入りましょうと。源泉に浸かり、血の流れを良くし、新陳代謝を促しますと。季節の薬草を使った蒸し器、内臓を活性化させます。そう、内臓ね、僕ね、あんまりいい方じゃないと思うんで、活性化しましょう。レッツゴー。おい、いや、いや、よし、ちょうどいい湯加減。超熱くもないけど、ぬるくもない。多分40度いってるかいってないかぐらいなのかな。さあ、始まりました、プロジェクションマッピング。ああ、もう外っすね。ここは屋根あるけど、もうすぐ外は外っす。おお、ギリ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 、私真っ暗で映らないぐらい。あ、結構こっち近くに来たんですけど、暑いですね。温度を感じます。これがね、10分間ぐらい続くそうですね。かわいいにゃんこ。ということで、今のはね、プロジェクションマッピングでした。贅沢しすぎて、俺やっちゃっていいのって、幸せすぎないっていうね、今状況です。40分間だよね、40分間貸し切れるんだよね。わあ。じゃあね、せっかくなんで一周見ていこう。一緒に歩いていきましょう。結構ね、こちらがお湯出てるせいかわかんないけど、結構厚め。真ん中はね、そうでもないんだけど、お湯出てるからかな、あちんって。40度超えてると思う。40度、あちちちちち、あちちのち。で、ここからスタートしていきます。ゆっくり歩いていきます。暑いのかな。ああちちちのちんだ、ちんだ、あちちのちん、あちちのちん。ちょっと近づいてみて。あちちのちんです。カメラマンもあちちのちん。で、ここね、もう空なんですよ。空、完全なる露天風呂で、木に囲まれてます。そして誰もいない。うわー、すごい。ちょっとここも潜入してみますか。これが、ラが映らないけど、ラが映ったらカットってか、モザイクしていく。ここは何なんでしょうか。おお、すごいっす。カメラで曇っちゃうかもしれないけど、ちょっと行ってみる。サウナっす、えぐい。で、サウナのかぶり水、サウナのかぶり湯、
やばくないですか、藤森さんもびっくり。ほんの少しね、潜入していきましょう。あちょっとね、GoPro だけで行ってみたいと思います。ビデオカメラだと怪しいと思うんで。さよなら、すぐ出てきます。はい、貸し切りです。で、いい香りがしますね。カメラキュッキュッ。お、さすが GoPro。 はい、こんな感じになんかね、いい香りがします。お茶の香りなのかな。キュッ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 。あちー、ロウリュウはね、おそらく自動的にやってくれるんだと思う。ロウリュウっていうのは焼け石に水とかかけて湿度を上げるんですけれども、それは自動的にやってくれるんだと思います。ロウリュウ結構チンチンですね。息もできないくらいじゃないですけど、結構厚めです。そしてさっきも言ったんですけども、いい香りですね。いい香り、すごすぎでしょ。ということで、あちちち、ここはサウナゾーン、サウナでした。いや、素敵な空間です、ここも。いい香りですしね。あちちち、最高だよ。一気に汗が出てきちゃった。今までいろいろなね、まあ温泉とかサウナとか入ってきたんですけど、ちょっと気にならないぐらいすごいですね。はい、サウナなんですけども、薬草蒸し風呂。さっきね、説明したんだけれども、お茶の葉じゃないんですけど、葉っぱがね、いい香りしてたんですよ。あれ、薬草蒸しなんですね。へぇー。熊笹でいいのかな？リラックス効果を生むと。サウナというよりかは薬草蒸し風呂っていう名前なんだね。優しい温度のためゆったりと健康づくりができます。もう毎日入りたいね。今日一日ね、プールではしゃいだので疲労感が溜まっております。お、いい温度になってきた。しかもあっちには滝のようなものがあります。さあ、観賞用の滝です。決して人が浴びてはいけません。まあ、マイナスイオンを感じれるのかな。まだ歩いてきたけど半分だから、まだ折り返しではない。めちゃめちゃ大きいですよね。はい、最初ここでプロジェクションマッピングするんかなと思って勘違いしちゃいましたね。まあ、ここでもできるんでしょうね。いろいろなね、ところでもしかしたらするのかも。いや、今日はよく寝れそうや。ピカー、今どんな感じ。おお、映えてる。めちゃめちゃ映えだね。うわー、半端に一生の思い出に残るよこれは。さあ、やっともう少しで一周終わりそうです。ゆっくり歩いてきましたし、あのね、サウナ入ってきましたけれども、このね、大きさが伝わると思います。あと10分ぐらいで貸し切りの時間も終了を迫っております。よきかな、よきかな。はい、一周終了です。こんなに大きな温泉あるかな。本日は、お、そうそう、10分のお知らせかな。リゾートプランをご利用いただき誠にありがとうございます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。貸し切りしてみたんですけれども最高でした。予想をね、はるか上に行きました。この動画楽しんでくれた方、ぜひグッドボタン、サウナや温泉入りたいなと思った方も高評価よろしくお願いします。入ってみたいなと思った方もグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、スパリゾートハワイアンズの夜市でした。貸し切り温泉最高でした。バイバーイ。